はい、 J チャンネル J です。リクエストいただいておりました。遠い世界に、5つの赤い風船ということで、昔からある曲だと思うんですけど、これがなかなか僕はねあんまりこうやったことなかったんですよ。今回ちょっと練習しましてね、きっちり全部音程が合ってるかといったらちょっとこう自信がありませんが、ある程度弾き方をね、解説してみたいと思います。興味がありましたらぜひ最後までご視聴ください。ということで、キーはねそんなにこうコードは簡単な難しくない C、Dm とかね G7 があったり F がありますね。僕は省略でやってます。 Am、 あとは E7 あたりが出るぐらいですかね。4分の4拍子で、スピードはだいたい90前後だと思う。ツンツンタントンタントンタンタツンツンタントンタントンタン、アルペジオみたいな感じが合うか、スリーフィンガーが、両方やってみましょうね。はい、まずはコードチェンジからいきましょうかね。イントロが C と Dm やって Dm、G7、C ですね。ドライブの方はね C、F、F と C が入って、そこからと E で C なんです。ゆっくりやりましょうね。世界2で切り替え、旅に出ようかで E7、それともで F、赤いで Dm が続きます。風船に乗って手で G7 ね、雲ので C、上を歩いて Dm、見ようかで G7、太陽の光で Dm、虹をで Dm、Dm、E7、お空の風を Dm が続きます。もらって帰って暗いで C、 霧をで F で、ここは吹き飛ばしたい C、G7、C、 こんな感じになりますね。はい、コードチェンジはそんなにね難しい感じではないですけれど、まあ、フォーク的な感じでトントンタ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 ラララ、アルペジオのパターンにするか、それとものとこからね、コード、スリーフィンガー、こんな感じでタントンタントンタントンタ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 ン、こんな感じでやるか、あとはストロークのパターンだったらこんな感じね、タン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 タラタンタンタンタラララタンタンタン、これは僕はこの方が好きです。はい、ストロークのパターンは、まあ、やるパターンはですね、1234、1234、1234、1234、この基本のパターンです。 F に行って Dm、Dm、Dm、2、3、4、アルペジオのパターンの1234、1234、1234と規則正しいアルペジオですね。1234567、 Dm が2つぐらいところがありますので、ここだけ注意してあとやればいけるんじゃないでしょうか。練習してみてください。はい、という感じで、ね、遠い世界にやってみました。ちょっとなかなか違うところもあるかもしれませんけど、初めて歌った歌なんでなかなか難しいと思いますけど、
まあまあ合ってたかなとか、まあちょっと細かいことは勘弁していただきたいと思いますがね、もしよかったらチャンネル登録とかね、いいねとかお願いしたいと思います。またじいちゃんの見ていただきたいと思います。なかなかね、いろんなね、厳しい状況が続いてますが、家でできることがありましたら、よかったらね、ギターを弾いて、頑張って、ちょっとこれがうるさいですけど、やってみたいと思います。じいチャンネルでした。また次の動画を見てもらったら嬉しいです。じいチャンネルでした、ね。